本日は AWS ブラックベルトオンラインセミナーへお越しいただきましてありがとうございます。今回は AWS トラスティッドアドバイザーをテーマといたしまして、 Amazon Web Service Japan 株式会社クラウドサポートエンジニアの橋本がお送りいたします。まず最初に本オンラインセミナーについてご説明いたします。プレゼンをご覧いただいている間、いつでも質問投稿することができます。GoToWebinar の吹き出しマークから質問を書き込んでください。こちらの書き込んだ質問は主催者側にしか見えません。なお、今後のロードマップに関するご質問は答えできませんのでご了承ください。また、Twitter やツイートする際は、ハッシュタグの AWS ブラックベルトをご利用いただければと思います。この AWS ブラックベルトオンラインセミナーとは、AWSJ のテックメンバーがAWS に関する様々なことを紹介するオンラインセミナーです。大きく分けて2つのタイプがありまして、まず1つは火曜の12時から13時で行っている会。こちらは主に AWS のソリューションや業界カットでの使いどころなどを紹介するものです。例えば IoT や金融業界向けといった切り口です。次に、今回もそうなんですけれども、水曜日の18時から19時に行っておりますのは、主に AWS サービスの紹介やアップデートの解説です。例えば EC2 や RDS、Lambda といった具体的なサービスが関わってくるお話となっております。こちらの開催曜日と時間帯は変更となる場合がありますので、最新の情報は下記をご覧ください。次に、本セミナーの内容に関する注意事項をご説明いたします。本資料では2018年7月11日時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。最新の情報は AWS の公式ウェブサイトにてご確認ください。資料作成には十分注意しておりますが、もし資料内の価格と公式ウェブサイトの価格に相違があった場合は AWS 公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。なお価格は税抜きの表記となっています。日本居住者のお客様が東京リージョンを使用する場合、別途消費税をご請求させていただきますので、こちらご了承いただければと思います。それでは、今回のセミナー内容に移りたいと思います。AWS トラスティッドアドバイザーのご紹介、チェック項目の解説、トラスティッドアドバイザーの使い方、活用例、まとめ、そして Q&A となっております。まず AWS トラスティッドアドバイザーのご紹介から入りたいと思います。 AWS を利用されているお客様の中にはこのような不安をお持ちの方も多いのではないかと思います。例えばセキュリティグループの設定を見落として不要なポートが空いていないかどうか心配ですとか、使っていないリソースを削減すればもっとコストを削減できるのではないかですとか、構築したシステムがAWS のベストプラクティスに沿っているかどうかが気になるといった不安です。このような状況で活用をお勧めしたいサービスが今回ご紹介するトラスティッドアドバイザーです。こちらはお客様の AWS 環境を分析して環境を最適化するための推奨ベストプラクティスを提供するサービスです。このベストプラクティスは5つのカテゴリーに分けてご提供しております。コスト最適化、パフォーマンス、セキュリティ、フォルトトレランス、そしてサービス制限です。こちらは公式ドキュメントに掲載されているトラスティッドアドバイザーの概要図です。トラスティッドアドバイザーはお客様の AWS アカウントの利用状況がベストプラクティスに沿っているかどうかを自動的にチェックします。チェック項目の具体例は後ほどご紹介しますが、全部で50以上、現時点で100近い数の項目が用意されています。これらの項目は、画面の右側に記載されているコスト最適化、パフォーマンス、セキュリティ、フォールトトレランス、これにサービス制限を加えた5つのカテゴリーに分類されて提供されております。トラスティッドアドバイザーによるチェックの結果は、マネジメントコンソールから確認することができます。緑色は問題が検出されなかった項目、黄色が調査が推奨される項目、
そして赤色が即時の対応が推奨される項目となっています。それでは具体的にどのようなチェック項目が用意されているのか、いくつか実例をご紹介していきたいと思います。まずこちらのスライドをご覧ください。全部で100件弱のチェック項目が用意されており、一覧にするとこれだけの数になります。すべてを個別にご紹介することは難しいので、後ほどいくつか代表的なものを取り上げてご説明したいと思います。項目のご説明に先立ちまして、マネジメントコンソールではどのようにチェック項目とその結果を表示されているのかといった点を見ていきたいと思います。マネジメントコンソールの左のサイドバーからコスト最適化、パフォーマンスといったカテゴリを選択すると、このような画面に遷移します。ここでは上から見ていきますと、使用率の高い Amazon EC2 インスタンス、Amazon EBS Provisioned IOPS ボリュームアタッチ設定といったパフォーマンスに関連する項目がリストアップされています。ではこのうちの一つを開いて内容を見てみましょう。こちらが個々のチェック項目の結果を表示した画面です。例として選んだのはセキュリティグループ開かれたポートという項目です。これはセキュリティカテゴリーに属するものとなります。左側に赤色のマークが表示されておりますので、このチェック項目はアラートが上がり対応を行うことが推奨される状態であることを示しています。アラートの具体的な基準、また推奨されるアクションについてもこの画面上に記載されています。推奨アクションといいますのは、問題ありと判定された場合に、では具体的に何をすればいいのかといった推奨される取り得る対応策というふうに考えていただければと思います。こちらを参考に引っかかったチェック項目への対応を進めていただくようなイメージです。しかし場合によっては、トラスティッドアドバイザーのチェック内容がお客様のユースケースにそぐわない場合ですとか、具体的に見てみると実は無視してよいといったこともあり得ると思います。そのような時は、無視してよいと判断された項目をチェックして非表示を押すことでアラートを無視することができます。それでは具体的な例を見ていきたいと思います。まず一つ目のカテゴリーはコスト最適化です。コスト最適化とは、使われていないリソースイコール無駄のコストを検出するほか、利用状況を分析してコスト削減が期待できる割引プランをお勧めするようなカテゴリーです。例えば EC2 リザーブドインスタンスの最適化、アイドル状態の Amazon RDS DB インスタンスを検出する、使用率の低い Amazon EC2 インスタンスを検出する、また関連付けられていないエラスティック IP アドレスを検出するといったものです。例として Amazon EC2 リザーブドインスタンスの最適化を取り上げます。これは前の月の EC2 利用状況を分析しまして、最適なリザーブドインスタンスの購入数を計算するというものです。具体的には EC2 使用料金の 10%を節約できる余地がある場合は黄色の警告表示となります。もしこの表示が出た場合は、アクションとしてはリザーブドインスタンスの購入をご検討ください。リザーブドインスタンスを利用いただくことでコストが安くなる場合があります。また別の例としては、使用率の低い Amazon EC2 インスタンスというものです。これは具体的には以下の条件を満たすインスタンスが14日間稼働している場合に警告を表示します。1日の CPU 使用率が 10% 以下かつネットワーク愛用が 5MB 以下である日が4日以上という条件です。すなわちあまり使われていないインスタンスが長い間存在するというような状況です。推奨アクションとしては、複数インスタンスに処理が分散している場合は、それをまとめることでインスタンスの台数が減って結果的に支払うコストが低くなる可能性があるというものです。
次のカテゴリーがパフォーマンスです。パフォーマンスとはその名の通り、パフォーマンス低下につながる使い方をしていないかどうかチェックするほか、もっと効率が良い AWS の機能を使う余地がある場合にお知らせをするようなカテゴリーです。例えば Amazon EC2 から EBS のスループットを最適化する、 EC2 インスタンスセキュリティグループルールの増大、使用率の高い EC2 インスタンス、利用率が高すぎる EBS マグネティックボリュームといったものです。パフォーマンス項目の例として使用率の高い EC2 インスタンスを取り上げたいと思います。コスト最適化のカテゴリーで使用率の低いインスタンスという観点でチェックしていたと思うんですけれども、これはある意味逆の観点になります。具体的には1日の CPU 使用率が 90% 以上である日が4日以上、そのようなインスタンスが14日以上稼働している場合は警告を表示します。これは何を意味しているかと言いますと、一つのインスタンスに非常に負荷が偏っていることを示しますので、インスタンスを増やして処理を分散させることで全体のシステムとしてのパフォーマンス改善の可能性があるということを示しています。その他の例としては EC2 インスタンスセキュリティグループルールの増大という項目があります。これは何かと言いますと、EC2 インスタンスに50以上のセキュリティグループがついている場合に警告を表示します。これはネットワーク的にパフォーマンスが落ちる可能性がある使い方ですので、なるべく避けるようにという推奨アクションが掲載されています。次のカテゴリーがセキュリティです。これはセキュリティリスクのある設定になっていないかどうかをチェックするほか、現在よりもセキュリティを高める推奨の設定があればそれをお勧めするものです。具体例としてはセキュリティグループ開かれたポート、 AWS クラウドトレイルロギング、 Amazon EBS パブリックスナップショット、 IAM アクセスキーローテーション、ルートアカウントの MFA、公開されたアクセスキーなどがあります。具体例としてセキュリティグループ開かれたポートというものを見てみます。これは何を意味するかと言いますと、アクセス元制限がない、すなわち 0.0.0.0 すらの0というアクセス元を許可している開かれたセキュリティグループルールを検出するものです。ただここでポート番号によって細かい条件がありまして、例えば25番、80番、443、465番ポートは HTTPS、SMTPS 用途なので開かれていることが一般的です。ですのでこれらがアクセス元制限をしていなくても OK とみなしています。一方で空いているとセキュリティリスクがある、そのようなポートがアクセス元制限がなされていなければエラー赤色を表示します。それ以外のポートの場合は赤でも緑でもなく黄色、警告という表示をしますので、具体的にこれは正しい意図した設定なのかどうかというのをチェックしていく形になります。これに対する対応アクションとしては、許可するアクセス元 IP アドレスをスラ32などに制限して絞り込むということが対応策として挙げられます。こちらは具体的な表示例です。黄色もしくは赤色に判定されたセキュリティグループルールが一覧表示されますので、それぞれ問題ないので非表示とするか、あるいはルールを修正して対応するかといったことを意思決定していく形になります。次に IAM アクセスキーローテーションという項目です。 AWS ではベストプラクティスとして一定期間ごとに IAM ユーザーのアクセスキーを変更することを推奨しています。具体的な基準値としては、90日間アクセスキーがローテーションされていない場合は警告を表示します。それよりも長く2年以上ローテーションされていない場合はエラーの赤色を表示します。アクションとしては、
管理者自身がアクセスキーをローテートするか、あるいは IAM ユーザーに自分自身のキーを管理する権限を与えるというアクションが考えられます。次の項目は公開されたアクセスキーというものです。例えば検証中のコードにアクセスキーを含めたまま誤って GitHub などにプッシュしてしまったという場合が具体的な例として挙げられます。このような場合、不正利用される可能性があるということでセキュリティリスクとして検知されます。もしこのような状況が判明した場合は、対象のアクセスキーを速やかに削除し、不正利用の有無を確認するということが必要になってきます。また、AWS 側で検知したアクセスキーの流出に対して、個別にお客様に連絡差し上げる場合もあります。次のカテゴリーとしては、フォルトトレランスがあります。これは何かと言いますと、過去データから復旧できるようにバックアップをちゃんと取得しているか、あるいは AWS の機能を活用して冗長構成をとっているかといった点をチェックするカテゴリーです。具体的にはロードバランサーの最適化、 Amazon RDS マルチ AG の利用、 Amazon Route 53のフェイルオーバーリソースレコードセットの利用、 AWS Direct Connect の接続の冗長性、そして Amazon EBS スナップショットの利用といったものが具体的な項目となっています。まず最初に例としてロードバランサーの最適化を取り上げます。これはエラスティックロードバランシング ELB 配下にインスタンスが複数のアベラビリティゾーンで稼働しているかどうかを見るものです。具体的には以下の条件にマッチする場合に警告の黄色を表示します。1つ、ロードバランサーが単一の AG でしか有効化されていない。1つ、ロードバランサーが有効化されている AG の中にインスタンスが稼働していない AG があると。そして最後、ロードバランサーに登録されたインスタンス数が AG 間で均等になっていない。均等になっていないというところをもう少し細かく言うと、 20% 以上の台数差異がある場合にこれに該当する形となります。なお 1.5 注意いただきたい点として、対応ロードバランサーは現時点で CLB クラシックロードバランサーのみとなっています。アプリケーションロードバランサーとネットワークロードバランサーは未対応です。このような状況が検知された場合、推奨されるアクションとしては、ELB に対して少なくとも2アベラビリティゾーンに稼働中の正常なインスタンスを登録されるようにするといったものが挙げられます。具体的にどのように表示されるかといいますと、マネジメントコンソール上はこのように表示されます。下のリストにあるのがロードバランサーの具体例になりまして、例えば一番上のロードバランサーはゾーン数がそもそも1個しか登録されていませんので、アクティブなインスタンスがその中に十分な数ないという理由で黄色に判定されています。次に Amazon RDS マルチ AG、 これは RDS の可用性を高めるためマルチ AG 構成となっているかどうかをチェックするという項目です。もしこの項目が検知された場合は、取り得るアクションとしては、アプリケーションが高い可用性を必要とするかどうかを確認します。もし高い可用性であるべき利用例であれば、 DB インスタンスのマルチ AG を有効化します。逆にテスト環境など可用性を必要としない RDSDB インスタンスであれば、これはチェック項目として気にしなくていいということで非表示に設定して警告対象から除外するという対応を行っていただければと思います。最後のカテゴリー、サービス制限というものです。トラスティッドアドバイザーの前に、そもそもサービス制限とは何でしょうか。 AWS は各サービスにおいて
アカウントごとに利用可能なリソースに制限をかけています。例えば EC2 インスタンスの台数ですとか、リージョンあたりの VPC 数などがリソースの具体例として挙げられます。実際のサービス制限一覧はドキュメントに掲載されていますので、こちらをご確認ください。なお、ほとんどの制限はリージョンごとに独立されて計算しています。この制限がある理由としては、AWS サービス全体としての可用性を保証するためであり、また、新規に利用を始めたお客様がそうと知らずに課金されてしまうリスクを減らすためでもあります。これらの制限値は、固定されたものではなく、上限可能なものが多くあります。これらの制限値を AWS サポートに対して申請していただくことで、上限を緩和することが可能です。なお、申請内容によっては、上限緩和可否の検討に日数を要することがありますので、もし将来的に利用の増加が見込まれる場合は、余裕を持って連絡いただくことをお勧めしています。上限緩和申請に関しては、サポートセンターのフォーラムから、失礼しました。サポートセンターのフォームから、サービス制限の緩和を選択して、制限タイプのサービス、リージョン、具体的な制限値、そして希望する制限値を入力していただく形となります。次にトラスティッドアドバイザーはこのサービス制限に対してどのようなチェック項目を提供しているかというご説明です。トラスティッドアドバイザーは AWS サービス制限の一部、全部ではないんですけれども、サービス制限の一部に対して現在の利用状況と現在の制限値を比較して差分をチェックするという機能を提供しています。具体的には現在の上限値の 80% となした場合は警告を表示します。そして制限の 100%、 すなわち上限に達した場合はエラーの赤色を表示します。もしお客様の利用率がどんどん上がっている状況で引き続き利用が増えていくことが見込まれるのであれば、上限に達してエラーが発生する前に余裕を持って上限申請を行っていただくことをお勧めいたします。これらの上限緩和が完了すると、トラスティッドアドバイザーには緩和後の値が反映されます。このサービス制限で対応している具体的な制限値として、例えば EBS、アクティブなスナップショット、EC2 オンデマンドインスタンス、IAM ユーザー、RDSDB インスタンス、SES の日時送信クォーター、VPS エラスティックIPアドレス、VPC ネットワークインターフェース、といった例が挙げられております。こちらが VPC エラスティック IP アドレスのサービス制限の例となります。デフォルトですと各リージョンごとに5個のエラスティック IP アドレスを持つことができますので、一番上のリストにある US East 1を見ていただくと、制限値が5に対して現在の使用率が4個のエラスティック IP アドレスを持っているという状況になります。5分の4で 80% を超えておりますので、こちらが黄色として警告表示されているという例になります。ここまででトラスティッドアドバイザーの機能やチェックしてくれる項目の具体例をご紹介しました。次は実際にトラスティッドアドバイザーを使うためには何をすればいいのかご説明していただきたいと思います。トラスティッドアドバイザーはまずマネジメントコンソール上から利用することができます。たどり着くためにはいくつかの方法があるんですが、例えば URL AWS Amazon comサポートトラスティッドアドバイザーを叩いていただくのが一つ。次にサービス一覧の中で管理ツールというところの配下にトラスティッドアドバイザーが含まれておりますので、これを選択していただくのが二つ目のアクセス方法です。またマネジメントコンソール右上サポートセンターの中から
このページ内でトラスティッドアドバイザーというブロックがありますので、ここの全てのチェックを表示、クリックしていただくと、トラスティッドアドバイザーのページへと遷移します。ここで1点ご留意いただきたいポイントがあります。トラスティッドアドバイザーの全機能を利用するためには、技術サポートプラン、ビジネス、もしくはエンタープライズのご契約が必要となっております。なお、ここに挙げた以下のチェックは、契約状況に関わらず無料で利用可能です。Amazon S3 バケット許可、セキュリティグループ開かれたポート、IAM の使用、ルートアカウントの MFA、Amazon EBS パブリックスナップショット、Amazon RDS パブリックスナップショットです。また、サービス制限のカテゴリは、ご契約内容に関わらず無料で利用が可能なものとなっております。次に、通知機能についてご説明します。マネジメントコンソールは、チェック状況を確認するために便利なのですが、能動的に画面を開いて状況を見に行く必要があります。一方、トラスティッドアドバイザーは、チェック結果を自動的にお知らせするための通知機能も持っています。最初にご紹介するのが、メールによる通知です。具体的には、チェックステータスが変化した場合に強調表示をされる。ダッシュボードにてメール通知を有効化する必要がある。なお、この際、請求、オペレーション、セキュリティの合計3つの受信アドレスを指定することが可能です。次のページで具体的な設定内容を見てみたいと思います。トラスティッドアドバイザーのマネジメントコンソールから通知設定を選択して、ここで受信者として請求に関する連絡先、オペレーションに関する連絡先、セキュリティに関する連絡先をそれぞれ設定することができます。また通知の言語も日本語と英語で選択することが可能です。2つ目の通知機能は、クラウドウォッチイベントとの連携です。クラウドウォッチイベントと連携すると、トラスティッドアドバイザーのチェック結果を監視して、これが変化したときに何らかのアクションを起こすことができます。最初の項目に挙げているのは、GitHub 上に公開しているツールの一つで、トラスティッドアドバイザーのチェック結果の変化に応じて、クラウドウォッチイベントで実行することができるラムダファンクションなどが含まれています。一つ具体的な応用例としては、チェックステータスが変化したら、それをスラックに通知するということが、ラムダとクラウドウォッチイベントを連携することで可能になっています。次のスライドに具体的な設定例をご紹介します。これはマネジメントコンソールのスクリーンショットなんですけれども、左側のイベントソースのところでイベントパターンとしてトラスティッドアドバイザーを選択します。ここでイベントタイプとしては項目の更新ステータスの確認を選択しています。左下にイベントパターンとしてどのようなデータが入ってくるかをプレビュー表示しています。そして、これらのイベントが検知されたときに、右側で何を行うかを設定することができます。この例では、ラムダ関数を選択して、タイムサービススタートテストという関数を選択しています。また、ラムダ関数の他に、キネシスストリームにデータを流すですとか、SNS トピックへの通知、SQSQ へのデータの投入、あるいは SSM オートメーション、SSM ランコマンドやステップファンクションステートマシン、あるいは別の AWS アカウントへイベントバスとしてデータを流すといったターゲットが選択可能となっています。
通知イベントで流れてくる例としては、こちらに挙げたような JSON が入ってきます。この例は、コスト最適化項目の使用率の低い Amazon EC2 インスタンスを検知した時のイベントの通知例となっています。最初にバージョン ID、ディテールタイプ、ソースアカウントといった基本的な情報があるほか、時刻とリージョン、またディテールのところに何日目に何パーセントの CPU 使用率であったかといった情報が具体的に入ってきていることがわかります。次にトラスティッドアドバイザーと IAM の連携をご紹介します。 IAM ポリシーを使ってトラスティッドアドバイザーへのアクセスをコントロールすることが可能です。例えば経理担当者に対してはトラスティッドアドバイザーの機能の中でコスト最適化とサービス制限カテゴリの閲覧のみを許可するといったポリシーであれば、以下の例のような書き方が可能です。次にトラスティッドアドバイザーをプログラムから操作する際に便利な API をご紹介します。トラスティッドアドバイザーは以下のような API を提供しており、使い方のイメージとしては上から下に順次 API をコールしていくようなイメージです。まずは Describe トラスティッドアドバイザーチェックス、これはチェック項目の一覧を表示します。チェック項目の一覧にはチェック ID というものが含まれておりますので、チェック ID を用いてさらに下の API をコールしていきます。2番目のリフレッシュトラスティッドアドバイザーチェックというものは、特定チェックの結果を最新の情報に更新します。3つ目がディスクライブトラスティッドアドバイザーチェックリフレッシュステータスということで、現在リフレッシュ中のチェック項目は確認が完了したかどうか、チェックが最新になったかどうかのステータスを表示するものです。そして次に4つ目が Describe Trusted Advisor Check Summaries、 これは指定した複数のチェック項目に対して現在のチェック結果をサマリ表示するものです。最後に Describe Trusted Advisor Check Result、 これは指定したチェック項目の現在のチェック結果を取得するものです。次のページで具体的に使い方を見ていこうと思います。トラスティッドアドバイザー API は他の AWS サービスと同様に AWS CLI や各種言語の SDK から利用することができます。まずは CLI の利用例です。この例では Describe Trusted Advisor Checks の API を CLI からコールしています。この結果はすべてのチェック項目を含んでいますので、クエリーパラメーターでパフォーマンスカテゴリのチェック項目のみをフィルタリングしていることがわかります。こちら見ていただくとわかるかもしれないんですけれども、マネジメントコンソールから説明文が表示されているんですけれども、そこと同じディスクリプションがここに含まれています。次にチェック結果を CLI で表示する例です。 Describe Trusted Advisor Check Result API を CLI でコールすることでチェック結果を確認しています。次に SDK からの API 利用例として Java SDK をご紹介します。ここでは Describe Trusted Advisor Check Refresh Statuses の API と Describe Trusted Advisor Check Result をコールして、それぞれの情報を Java の中で扱う方法を示しています。こちらのコード例は
パブリックドキュメントから取ってきたものですので、具体的なもう少し細かいコードですとか、API の仕様などは適宜パブリックドキュメントを参照していただければと思います。最後に、実際の業務においてトラスティッドアドバイザーが活用できるシチュエーションをいくつかご紹介します。基本的には通知機能を有効化しておき、チェック項目がベストプラクティスから外れたら軌道修正するための通知を受け取るというものが使い方となってくるかと思います。例えば、パフォーマンス項目でチェック項目に引っかかるものが出てきたら、開発者のスラックへ流して対応を促すですとか、コスト最適化の項目がチェックに引っかかったら、経理担当者へメール通知をするなどの方法が考えられます。これらの項目は実質的に対応すべきトゥードゥーリストとして使うことが可能ですので、例えば社内や協力会社との定期的な打ち合わせで確認するポイントとして利用していただくと良いのではないかと思います。それでは本セミナー内容のまとめです。AWS トラスティッドアドバイザーを使うと、お客様がベストプラクティスに沿って AWS を活用できているかどうかを効率的にチェックすることができます。チェック項目は全部で97種類あり、コスト最適化、パフォーマンス、セキュリティ、フォルトトレランス、サービス制限といったカテゴリーに分類されています。これらのチェック結果をメールやクラウドウォッチイベントで通知させることで素早い検知をサポートしております。また、トラスティッドアドバイザー自体も他の AWS サービスと同様に API を提供しております。この API を利用して AWS CLI や各種言語の SDK からトラスティッドアドバイザーを操作することも可能です。こちらが今回のセミナー内容、トラスティッドアドバイザーに関連する参考資料となります。今回のオンラインセミナーの配布場所としましては、AWS クラウドサービス活用資料集、あるいは Amazon Web Services ブログの中に最新の情報やセミナー中の Q&A が掲載されております。こちらもご確認いただければと思います。また、AWS の公式 Twitter、Facebook がございます。もしよろしければ、こちらを購読して、AWS の最新情報をキャッチアップしていただければと思います。次に、AWS の導入やお問い合わせのご相談も承っております。ご質問、お見積もり、資料請求をご希望のお客様は、以下のリンクからご相談ください。あるいは、AWS 問い合わせで検索していただくと、たどり着くことができるかと思います。次に、AWS Well Architected 個別技術相談会というものも開催しております。こちらは Well Architected Framework に基づく数十個の質問項目をもとにして、お客様が AWS 上で構築するシステムに潜むリスクやその回避方法をお伝えする個別の相談会です。こちらの参加は無料となっておりまして、毎週火曜、木曜に開催しております。それでは最後に、AWS ブラックベルトオンラインセミナーの配信予定を簡単にご紹介します。今回は7月の11日、トラスティッドアドバイザーをご紹介しました。来週は、大阪リージョンの、大阪ローカルリージョンの活用と、AWS で実現するディザスタリカバリーというテーマで、火曜日のお昼に配信いたします。また、
水曜日は AWS サービスカタログというサービスをご紹介したいと思います。その他も新しいセミナーが毎週配信されますので、もしご興味がありましたら AWS セミナーで検索してご参加いただければと思います。最後に本セミナーに関して簡単なアンケートにご協力ください。画面に表示されるアンケートフォームに入力をお願いします。皆様のご意見は今後の改善活動に活用させていただきます。コメント欄に1行で自由な内容を書き込んでいただければと思います。こちらも質問と同様に書き込んだ内容は主催者側にしか見えませんので、その点はご安心ください。以上で今日の内容は終了となります。本日はどうもご参加ありがとうございました。以上で内容は終了となりますが、何かご質問などありましたら個別にお答えしていこうと思います。